していこうか。コンビニを指さして楽しそうに並ぶ二つの影、今日は何を買おうかなんて。立ち止まり振り向くと目いっぱいのオレンジ、バス停も坂道も淡く染める。夕焼けの焼き色はホットケーキみたいだって。はにかんだその顔がおかしくて笑い合った。手をつないで帰ろう、ゆっくり一歩ずつ二人の歩幅合わせて。おはよう、おやすみ、それじゃまた明日。ずっと一緒にいるのに言えない言葉、ありがとうは照れくさいから。今日も代わりにお帰りを言おう。懐かしい匂いがしたんだ、きっと気のせいだけど。日が短くなった分袖が伸びて、空に藍色が混ざった。追いかけるように染めてく、バス停の次は坂道、二人の歩いた跡をたどって、コバルト色とオレンジで季節外れの花火だって。はにかんだその顔はあの日よりは遠なびていた。手をつないで帰ろう、ちょっと駆け足で家まで競争をしながら。ありがとうごめんね、それは言えるのに。きっと同じだけど当たり前なんだけど、当たり前じゃないんだ。二人の歩幅も距離も繋いだ手のぬくもり、それは体温じゃなくて、ずっとずっとずっともらってたもの。